座が今バスが曲がりまして正面に見えてまいります。歓迎という文字が書かれている看板をご覧いただけますでしょうか。こちらの一番上のところにワーリタポーリという文字が書いてあります。こちらが小浜島の方言でようこそという意味でございます。小浜島は八重山諸島の中央に位置することから八重山のへそと呼ばれており、サトウキビを加工する製糖工場でございます。できないって落ちないって。バウタル、バウタル、今大丈夫？一人で。今一人で大丈夫なの？パパ、泳ぐから見せて。口じゃないで切り返しちゃう。今どこにいんの？プール。どこの？
あとすぐそれで食べる。飛び出したりとかしないでよ。トランポリンしに。歩いてくるでしょ。これじゃない？これだわ。最後まで見てくれてありがとう。また来てね。バイバイ。